演武開演。どうも、本日は こちらユニバーサルスタジオジャパンのカステラ焼きというものを食べたいと思います。あー、結構いっぱい入ってますね。今落としちゃったスヌーピーくん、ミニオン、セサミストリートのエルマ、まずはどれから食べようかな。どれも可愛いですね。ではまずは最後はこれはミニーちゃんからエルマくんに食べてみたいと思います。デフォルメされてる感じがなんか配信にもしてくれてる。おお、中身も可愛いピーちゃん。ではいただきます。ではいただきます。ではいただきます。キティちゃんはリンゴ味、ミニオンはバナナ味、スヌーピー君はチョコレート味、エルモは バニラ味とそれぞれ4つの味のフレーバーがきっちりカステラの生地の中に染み込んでいますね。噛んだ瞬間に美味しい香りが口の中に広がってきます。そして自分の一番のお気に入りはキティちゃんのリンゴ味です。一番味が強く感じられたので、この噛み締めた瞬間にリンゴの風味が来てさっぱりとした気持ちにさせてくれたので、こちらの点数とさせていただきます。もちろん他のカステラも美味しかったですよ。ルーブル美術館卒業の少子絵を飾るかな。もうそのまんまですね。もうちょっとひねらないと。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。